はい。時刻は14時半を回りました。オレンジカフェの時間です。MC は福岡県若年性認知症サポートセンターの阿部智恵です。この番組は宜野湾ヒルズ通り FM 宜野湾海の見える素敵なスタジオより生放送でこの後15時まで放送します。皆様最後までお付き合いください。この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは797@fmgino1.com。また、fmgino1 では、ツイキャスト、YouTube ライブで映像と音声をネットで配信しています。fmgino1 のホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。お気軽に参加してくださいね。ぜひ、YouTube チャンネル登録お願いします。また、サイマル放送も行っております。スマホで聞く場合、アプリ、リスラジカ、マイチューナーラジオをダウンロードしていただいたら、いつでもこのラジオを楽しむことができますので、皆様のご視聴しやすい環境に合わせて番組に参加してくださいね。はい、ということで、阿部さん、こんにちは。こんにちは。はい、いつもの阿部さんではなく、なんと、阿部智恵さん。はい、そうです。いつもの阿部さんとはどんなご関係なんでしょうか。いつもの安倍さんは安倍センター長でもあり、はい。プライベートでは私の母でもあります。そうなんです。なんと娘さんが初登場ということで、はい、もうそっくりですよね、この声と笑い方とか 本当にそっくり。言われますか、よく。よく言われます。電話口だとすぐ間違えられて話し続けられることが結構あります。ああ、そうですよね。電話だと本当に分からんかもしれない。はい、ということで、今日この阿部さんは今は福岡、はい、福岡福で、岡です。ズームでつないでお送りしていきますが、では、阿部さん、どういったことをしてるのかっていうのをちょっと教えてもらっていいですか？今、福岡県の若年性認知症サポートセンターで、はい仕事をしています。はい、若年で、性ま、認はい。知症サポートセンターというとこですね。はい。はい。電話ではい。ご本人、若年性認知症の当事者の人だったり、はい。あとは家族の方から相談を受けて、例えば希望があれば訪問に行って、面談したりとか、あと、なんていうんですかね、その相談に乗ったりとか、あとその事業者さんというか、市町村の人と一緒にサポートするみたいな仕事をしてます。なるほど。どんな相談が多いとかありますか？そうですね。でも、大体、受診した後診断を受けて、何をしていいかわからない。何から手をつけていいかわからないっていう相談が多いですかね。
一度病院に行って、もう若年性認知症ですよって言われて、そっからもうちょっと、まあ言い方悪いですけど、路頭に迷うというか、どうしたらいいのっていどううしとたこらでいいすよのね。みたいな。そんな場合ってどうするんですか？とりあえず、今の状況をしっかり聞いて、今、できなくなっていること、やれないことと、あとは、今、できること。できなくなったことをできること。あとは、本人がやりたいこと。この三つを軸にして、話をするようにしてます。なんか本人がやりたいことというのがすごいキーワードかなと思うんですけど、それで具体的にどんなそのサポートというかやっていくんですか？例えば仕事が続けたかったら、仕事の上司の人と話をしてほしいという希望があれば、サポートセンターのセンター長とかと一緒に面談をしたりとか、実際で、上仕司と会っ事、たり。そうです、そうです、上司と会ったりとへえ、か、まあ、あるんですけど、あとは病院の先生とかと連携して、そう働き続けられるためにどうするかっていうことをしたりとか、ああ、そっか。っていうことがありますね。病院のその指示ももらうという感じですか？そうですね。病院の、なんていうんですかね、主治医の先生から電話がかかってきて、で、主治医の先生経由で、うちを知ってくれて、連絡くれて、そしたら病院の先生とも連携がしやすかったりっていうのもあるんですよね。ああ、なるほど。それで、そのサポートしていくという感じですかね。そんな感じです。その後、じゃあ具体的にどうするかみたいなのは、もう本当に結構千差個万人個別人ですありますよね。ね。安倍さんはその、このなんていうんですかね、若年性認知症に関わる前っていうのは何をされてたんですか？看護師さん、医療職として、救急病院に十数年働いて、救急病院にいたんだ。で、はい、いました。救急でじゃあずっとやってたんですか？整形外科病棟にずっと入れてもらってて、へで、そこで、看護師さんとしてやってましたね。え。へえ。それから十数年やっていて。やって、やめて、ちょっとゆっくりしたくなっちゃったんでやめて、で、なんていうんですかね、有料老人ホームに、看護職として入って、のところを、センター長の方から、こういう授業があるんだけど、興味ないっていうふうに声かけてもらって、で、そこでうちの父、そういう時って私、基本的に父に相談するんですけど、もういわゆるあれですよね。安倍さんの旦那さんですよね。そうです。父に相談してみて、どう思う？みたいなことを言って、やっぱり、新しい、なんていうんですかね、医療の側面と、介護福祉の側面って、かなり違ってくるんですよね、見るところが。なんか似通ってる部分が多そうだけど、実はそうでもないってことですか？そうでもないんですよね。考え方の根本が違うので、似てるようで似てないんですよね。そう細なんかだ。いところとか根本が。だけ、私たち看護師が言う手当と、介護職が言う手当っていうのは違ってたりするので、看護職の人っていうのは治そうっていう治療の側面を見るけど、介護職っていうのはその人の人生のその先まで見て介護していくじゃないですか。で、私たち病気しか見ないんですよね、結局。なるほど。その生活その、の全般は別に、まあ多少ね、はい。見ることはあっても多少も。は多分見るとは思うんですけど、大まかに、じゃあどこに軸を置くかって言ったらそこなのかなって思ったりして。そう言われれば確かになんか全然違いそうですね。そうなんですよ。なんで、そこの違いとかもあってちょっと不安とかもあったりはしたんですけど、でも、やっぱりその認知症っていう病名がつくだけで、なんだろう、人としてって言い方悪いけど、
その人じゃ急になくなる扱いを受けるし、なんか同じ人なのに扱いが違うっていうのもおかしいなってずっと思ってて。なんだろう、わからないって決めつけて何も声かけないみたいな。ね、そういう悲しい思いをする人が一人でも減ればいいなと思って。それで。それでこの職業、じゃあやってみようってなりました。ああ、なるほど。じゃあ割と、なんていうんですかね、やっぱり若年性と認知症とか認知症については、そもそもは知識があったという感じですか？そもそも、多分、口うるさい先輩だったと思います。今から思い返せばですね。ああ、ご自認身知が。症の方に対しての、接し方とか、もうわからんけん言わんでいいよっていう世代の方々と、いや、そんなことないよ。人として言えばわかるし、ちゃんと言わないでやるっていうのはおかしいよっていう世代と、分かれてるんですよ。なんかその看護師さんの中でも。そうなんだ。わかんないです。私たちのとこだけだったかもしれないですけど、ご自身のやっぱそういう体感考としえて。方の人って、体感としていらっしゃるので、だから、認知症っていう既往というか、病歴があるから、この人は特に注意をしないといけないとかいう偏見とかもやっぱりみんなあったりするので、なので、ね、そういうのも少しでも減ればいいなと思って。じゃあやっぱり看護師やってた頃から接する機会は多かった感じですか？多かったんです。整形外科病棟って、なんていうんですか、お年を召した方がこけて骨折して来られる率がすごく高いんですよ。そっかそっか。交通事故とかではなく。なので、結局、環境が180度変わってしまうことと、いきなり知りもしない、冷たいベッドに寝かす、冷たいというか、白い環境の清潔なところにじっとしろと言われ、何回聞いても看護師さんはもう何回も言ったでしょうと言われて、かわいそうですね。認知症がそう悪化する率も高いし、専門症状が出る率も高いところにいたので、なる結ほ構多ど。かったですね、そういう方は。だから一応どっかにそういう思いはあったってことですよね。あったんだと思います、きっと。で、そのお母さんの安倍さんがそういったことをやるっはい。て聞いたときは、どんな感じでした？一応興味はあったんっでてすか？感じでした。最初聞いたときは、そうなんだ、頑張ってね、みたいな。いつも通り、こう、なんて言うんです。お仕事をするって聞いたとき、頑張ってね、みたいな感じだったんですよ、ずっと。だったんですけど、だんだん、ね、興味あるやろ、みたいな話になって、もう、ないことはない。で、ちょっと、すぐ、じゃあ一緒にやろうよって言われて、すぐ返答はできなかったんですよ。まだ子供もちっちゃい子がいるので、そのこともあるし、今後の自分の人生とかもいろいろ考えて、ここで転職してうまく、まあ転職したばっかりだったので、うまくできるかなと思いながら、自信はなかったんですけど、でもやってみたいことが、こう、周りが、なんていうんですかね、サポートしてくれる時にやってみた方がいいのかなと思って。そういえば聞き忘れたんですけど、ちなみにこのお父はさい。んのこの相談して、このはい。回答はどんなだったんですか？やってみればみたいな。ですね、お父さんの回答がですね、チャンスがあるときに、そのチャンス、自分がやりたいと思ったときに目の前にチャンスは来ないから、今やりたいかなって思ってるときに目の前にチャンスがあるなら、一回やってみてもいいんじゃないって言って、やりたいと思うなら、若いうちにやった方がいいと思うよっていう話は言ってくれたんですよね。いいこと言いますね。さすがですね。確あ、かに。そっか、と思って。じゃあやってみようかな、と思っなるほて。ど。はい。わかりました。じゃあ一旦 CM の後、もうちょいはい。そのあたり深掘りしていきますのはい。で、一旦 CM です。はい。よいしょ。少々お待ちください。はい。大丈夫ですかね、こんなので。大丈夫かな。大丈夫ですよ。面白いですよ。
安部さんはもう沖縄来たとき、はい。たまに飲むんですよ。面白いですよ ね。面飲白むいでとす。余計よに。くお孫さんの写真とかも見せすていただいております。ごいです。めっちゃ溺愛してますね。おませちゃんなんですよそうです。ね。ね。頭いいという。あ、そろそろ始まります。はーい。さあ、オレンジカフェでございます。本日は、いつもの安倍さんではなく、この方です。それではどうぞ。はい。安倍智恵です。安倍さんの娘さんということで、安倍さんにも誘われて、その若年性、福岡県の若年性認知症サポートセンターというところに入って、実際この若年性認知症の方々と接したりいろいろすると思うんですけど、なんかこうそこでなんか見方が変わったとかそういったのってありますか？特にないかなって思ってます。多分、とっかかりが、うちのアドバイザーの丹野さんと話したりとかもしてたし、で、もともと自分の妹が知的障害っていうこともあったので、なので、特別病気があるから他の人と違うとも思ってないし、ああ、なるほど。その病気で話せませんって言われても、話すのを待ってるんじゃなくて、こっちが分かってるんだから、こっちがどんな風にしたらその人の言葉が引き出せるか、話しかければいいのかなって思ってたので、それは多分こっちのなんていうんですか、コミュニケーション能力の問題なのかなって思うので、話せない人は今まで確かに丹野さんの言う通りいなかったし、話せなくても、いろんな別の話がありますね。ただ、なんていうんですかね、言葉にならない言葉。なんでずっと、あれがあれでね、みたいなこと言われる方もいらっしゃるんですけど、そうだね、あれが、あれだからあれだったんだよね、とかでいいと思うんですよ。もうそれってか、で、会話がお互い成り立っちゃうので、ねーとか言ったりしてると、そうだね、みたいな感じで向こうも言ってくれるので。なので、やっぱり認知症だからこの人とは特別にっていう風な考え方は特にはなかったですかね。出会っていく中でですね。じゃあやっぱ最初からそういったのはこう、なんていうのかな、垣根がなかったっていう感じなんですかね。多分妹のおかげだと思います。それは本当に。なんか僕が安倍さんの活動とかやっぱり見たり、この聞いたりしてるとですね、その安倍さんの接し方もやっぱり普通の人と変わらないというか、すごいフランクに接するし、腫れ物を触るようなって、実は僕も田野さんと喋った時に言ってたんですけど、やっぱり腫れ物を触るような扱いはされたくないというか、そういうことは一切しないという感じがするんですけど、そのあたりは、近くで見ていてどんな感じでしたか？感じだろう。結構、なんて言うんですかね、当事者の方とセンター長が喋るときに私、あんまり近くにいないんですよ。あ そうなんだ そうなんですよ。訪問の方とか行ったときに、大体家族と喋るのがセンター長で、私は当事者の方と話すことが多いので、なかなかその当事者の方とセンター長が話してる場面を詳しく見たことが今まであんまりないんですよね。今年は見ようかなって思ってます。本当、笑い方とかなかそっなかないくのでりです安倍さんとね。喋ってるみたそうなんですね。そういったなんていうのかな、なんか話聞いてたらやっぱり、両方安倍さんも安倍さんのお母さんもですね、両方そういった垣根はなくこう接してる感じがして、すごくいいなというふうに思うんですね。それは別にあれですよね、その例えば指示があったとか、こういうふうに接しなさいねみたいな教育があったというわけではないっていう感じなんですか？多分ないと思うんです。そうなんだ。自然にっていうのがすごいですね。
でも、はい、本人の言葉を一番に聞きましょうっていうのはありましたね。ああ、はい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 。喋れないって例え。最初で言ってた、その本人が何をしたいかみたいなとこですかね。うんうん、そうです、そうです、そうです。それが一番大事っていうところで。それは結構言われたっていう感じ。言われてはいますね。私たちが相談を受けるのは、家族とその向こうにいる当事者の方が、悲しい思いをしなくて済むように。で、今の生活をより長く過ごしていけるようにっていうところは、結構みんな意識的に持ってるのかなって思います。なるほど。で、まあ、このサポートセンターに入って、今、はい、1年、2年ぐらいですか？ 2 年目ですね。2年目。ではい。もう阿部さんの個人的なあれでいいんですけど、その感じる課題みたいなのってありますか、はい、その若年性認知症に関して。そうですね、あの若年性認知症、そもそも認知症っていうもの自体に偏見がありすぎるので、はい、ああやっぱりそのあたり、それを変えていかないと若年性認知症への偏見ってなくならないのかなって思うのはちょっと話してて課題かなって思ったりします。はい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 。やっぱり偏見は結構感じますか？感じます。あのなんていうんですかね、あのそばに、一番そばにいる人が心配して、あの囲ってっちゃうんですよ、どん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 本人を。あ、家族自体もちょっと偏見持ってると。うん、そもそもあの出てる情報が、はい、あの本当に何年後かで進んできた人の情報しか出てないことが多いので。ああなるほどね。そうじゃないんだよっていうことをもっともっとあの知ってもらわないといけないのかなと。で、認知症のことを知ってもらって、その上で若年性認知症っていうのが広まってくるのかなと思ったりもします。なるほど。あれですよね、要するに症状が進行した状態のことが結構知れ渡っていて。そうです、そうです、そうです。でも実際はそうじゃないケースも多いということですね。そうです、そうです。ですよね。僕もこの、うん、この番組に、関わってからやっぱり変わりましたからね、その認識が。はい、本当にすぐ忘れるとか覚えてないとかって思ってたんですよ。まあまあまあ喋りもあんまりできないのかなとかって勝手に偏見で思ってたんですけど、やっぱりそうじゃなくて、丹野さんと喋った時はもう全然普通の人と喋ってる感じだったし、話聞いたら個性もやっぱり個性で結構変わるっていう、変わると思います。結局だから対人なんだなという感じがしますね。で、その阿部さんはですね、まあこれからちょっと、はい、どんな風にそのサポートセンターでどんな感じで関わっていきたいかっていう、はい、ご自身のそのアプローチというか若年性認知症に対してどんな風にしたいみたいなのってありますか？どんな風にしたいっていうのはないですけど、もう本当に最初言ってた目標と一緒で、はい、あのここに相談に来た人たちが、うん、悲しい思いをしなくて済むように、はい、一緒にあの考えていくことができ、その工夫とかだったりとか、うん、いろんなことを一緒に考えさせてもらえたら嬉しいなって思ってます。なんでこう、フランクに相談できるっていうふうに知ってもらえたらなって思ってますかね。はいはいはい、フランクに阿部さんたちにもう何でも相談するみたいな感じですかね。そうですね。そしたらでも本当になんていうんですかね、最初は戸惑うっておっしゃってましたけど、うん、やっぱり僕も急に言われたら何していいのってなると思うんですよ。でもそういう時に、皆さんがいてくれたら心強いでありますね。はい、ということで、すごいねいい、はい、お話だったなと思うんですけど、 ありがとうございます。最後に何か言いたいこととかありますか？最後に言いたいことですか？はい、また来年の
来年度も頑張っていくので、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。本当ね、急遽言われたということですが、はい、大変でしょうけど、はい、頑張ってください。はい、頑張ります、はい、もしよければちょこちょこと代打で出ていただければと思います。はい、はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ、オレンジカフェお時間となってきました。今日はですね、福岡県若年性認知症サポートセンターの、安倍智代さん、智恵です、智恵さん、すいません、はい、安倍智恵さんに出演していただきました。それでは皆さん、また来週ありがとうございました。ありがとうございます。さよなら。さよなら。